日本マクドナルドの中間決算は大幅な減収減益になりました。売上高は前の年の同じ時期に比べ、十一点四パーセント減の千二百九十七億円。本業の儲けを示す営業利益は四十点六パーセントマイナスの七十億円となりました。季節限定商品の販売を見送った一月と二月の売上高が大きく減少したほか。 円安による原材料高などが影響しました3月以降の売上は回復基調ですが通期としては業績見通しを過方修正しました